とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ今日も妖怪学園 YYY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。今日はダウンロードコンテンツ第3弾で出てきました怨念クエストやっていきます。変身禁止のやつね。今日行くのが極シャドウサーカス。辛いんだろうな。まあ気合い入れて行ってきます。誰だっけ。まあヒーラーはいないから回復されるってことはないか。誰から行くべき。多分まあ HP 低そうなのはミストシャドウかな。結構減る。結構倒す順番っていうのがかなり重要になってくるクエストだからね。ああもう、うわ、鬱陶しい。もうセレナーデとかやめろ。ちょっとどうしようもできんぞそんな。とりあえず減らさないと。でも分かった、これはね確実にミストシャドウから倒した方がいい。こいつは HP 低い。わっと、シャドウサイクロン、これデバフだからやめて。ミスティックダッシュはあれだね、威力自体は全然ない。その後の地雷だけ注意すればいいや。よし、あ、ダークブーメランはちょっと痛そうだぞ。どこだ、もうわけがわからない。とりあえず一体でも減らせば全然違ってくるからね。うわやばい、死ぬ。ここでプンスカなるとやばい、やばいんだってば。もうもう助けて、なんとくん助けてくれ。あ、とりあえずミストシャドウ倒したね。で次に HP 低そうなのはキュービ先輩だ。あ、減らせる減らせる。で多分メラが一番ね。うわー、これ狂乱のセレナーで来るからナインテールはもうほんと早めだ。早めに倒さないとこれはやばい。セレナーでは絶対食らいたくないもん。プンスカなるとさすがにね死ぬ。やべ、おーぞーぶね。お前紫の前とかしてきやがって。もうセレナーデすんなって。もうセレナーデやめろ。あーよかった、よっしゃ。あ、みんなを回復したい。オッケー、キュービ先輩いけ。よし、オッケー、怨念エネルギーゲット。ちょっと硬いぞ。ワイルドボーイどうだ。あ、ワイルドボーイはもうそこそこだ。まあ、あとはどっちでもいいや。とりあえずここはあれだな、キュービ先輩倒してしまえばなんとでもなりそう。辛いのは狂乱のセレナーデだけだ。あとはなんとでもなりますな。メラは若干 HP が高め。でもヒーラーがねいるパーティーに比べると戦いやすいと思う。危ない危ない。装備品はねみんなこれ注意して選んでいってね。これねクリティカル無効じゃない装備とかだったらとたまりもないな。よし、もうちょっとだ。よし、撃破。あとお前だけだ。ワイルドボーイだけだったらもうなんてことないよ。HP もそんなにないし、減らせる減らせる。よし、はい、ありがとうございました。結構ここは楽勝だったかな。結構楽勝。まあ装備品はねしっかりしていかないと
勝てないじゃん思うけど、うん、食べ物もそんなに使わずにクリアすることができました。装備品はちょっと後で見せようかな、こんな装備してるよっていうのをね。で報酬は美味しいね、57,000で超経験値ボール6個、美味しい。もうレベルもうサクサク上がる、ほんとサクサク上がるよ。はい、では装備品をお見せしましょう。まあ大体この装備をしてると勝てると思うんで、うん、ただガチャゲンがちょっと多いんだよな俺の装備。これです、まずニャックルパンチ、うん、あの人間の時の攻撃力アップね、これは強いです。このごっつえ音で鳴るハリセンもいいね、全員人間だったら 80% 上がるので、強いです。で生身メダルね、生身、これは人間の時の攻撃力が 90% 上がるってやつです。で勝ち込みヘッド、これもともとモヒカンヘッドだったかな、そういう装備、ガチャゲンのをレベルを上げたやつです。で宇宙服を今回レベル上げれるようになったから上げました。クリティカルを受けなくなる。でおしゃれ装備でこれガッチガチバンテージ、これがねパンチ系の武器が全部で 120% 攻撃力が上がるってやつなんで愛用してます。これはガチャゲンとかじゃなくってクラフトで作ることができます。なんでこのニャックルパンチとねものすごく相性がいいやつです。まあこのねハリセンに腕時計を3つ装備すると最高なんだろうけどね。腕時計が俺1個しか持ってないのよ、これ対衝撃デジタル腕時計、片手武器のダメージが 40% アップ、うん、まあモノクルでもいいんだけどね、モノクルも人間の時の攻撃力が 40% アップするやつ、うん、まあモノクルか腕時計が出てきたらまた装備品が変わってくるかな。このリストバンドでもいいね、両手武器、これで野球人のバットを装備してもいいと思います。まあ極クエストの変身禁止はかなり厳しいので注意してやってみてください。まあできればねマルチプレイでやると間違いないかなと思います。はい、頑張っていきましょう。ではねまた出していくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいやー。